豊さんってもし梅原さんともう一度獣道をやるならないと早いよりのうちにやりたいですかそれとも6に移行してからでもいいかなって感じですかえっ、ー、と獣道自体はもう二度とやりたくないんですけどどうしてもやるっていうんだったらまあ5のうちじゃないですか6だとタイミングも分かんないだろうし獣道やっぱねあれ一番やばいのがあんだけ重くのしかかった試合などにもかかわらず その終わった瞬間から練習しなきゃいけないっていう状態でやんなきゃいけないんだよね、あのイベントを。でそういう意味ではやっぱスト5の最後だと思うよ。なんかそこに全乗せしていいっていうのは。でも今後さ、やっぱそのリーグとか大会とかがガンガンあるから、その向き合い方とかがすごいうまく向き合っていきたいよね、ああいうイベントを。すごいさ、楽しいイベントじゃん。 1>, 1対1で決めようぜっていう、本当の、ケレンみなしの遊び、そことお仕事のバランス、だタイミング避ければいいんだろうね。とか、もしくは、やっぱ昔のタイトルじゃないあのイベントがその進化を発揮するのは。今、現行でこんだけたくさんイベントのあるタイトルで。 下手すらだってまた次の大会でその組み合わせってあるじゃん同じ組み合わせが起こりうるじゃん確かに今年のトパンが年末マッチあれも毎年やってるからないやー今年とかだとだどうなんだろう孫もんはちょっと起こんなさそうだからな2対マッチ今年1年でやっぱ起こったものの生産って感じだよね今年1年で何か起こったか こいつとこいつああ、ー桃地帯樋口樋口離藩なるほど離藩って